こんにちは、速稼塾の久保です。ここのとこ食レポをしてなかったんでやろうかと思います。今日はね、このゴールデンカレーの辛口ですね。レトルトのカレーってたくさんあると思いますけども、私もね100種類ぐらいを試してみたんですよ。多分ね、どのスーパーでも50種類ぐらいはレトルトのカレーって置いてると思うんですけども、私はこうやってね、1箱に1個入っている、ちょっと贅沢をね感じさせてくれる、こういった箱型のカレー付きですね。これは198円だったと思いますけども、中には500円とか800円みたいな一食でですよ、そういうのもあって結構ね、お得感というか満足感を得るんですよ。まあ言ってもね、価格で言ったら安いじゃないですか。だからね、結構好きなんですよね。これ辛口、結構辛いんでしょうけども、このゴールデンカレーの私の好きなところは具がねしっかり入ってるってことなんですよね。ちょっとご覧いただきたいと思いますけども、こんな感じです。ほら、じゃがいもとか人参が確認できるぐらい入ってるでしょ。で、好きなんですよ。食べ応えがあるっていうかね。で、本当に一つ一つ丁寧に作られていて、レトルトのカレーってはっきり言って原材料がよくわかんないもので作られてるんですけども、だから本当はね、カレーのルーぐらい買ってきてこうやって鍋で作った方がいいんじゃないかなと思いますけども、今ね朝5時なんですけども、さすがに朝5時にカレー作るってことはなかなか難しいんで、レトルトで済まさせてもらってますけども、結構ね、細かい味わいが大好きなのがゴールデンカレーでございます。また観光地とかで買ってきたカレーとかも紹介することがあると思いますけども、普段これね、3箱とか5箱すぐそこに置いてあって、いつでも食べれるようになってるんですよね。で、私の食べ方としては、生卵がね、やっぱりこう好きなんでカレーにかけて食べますね。これちょっとね、ダメな方もいると思いますけども、卵かけご飯ってあるじゃないですか、あれにカレーがやってきたって感じでね。で、どんな食事にも私はアイスコーヒーを合わせるんですよ。はい、それではね、ゴールデンカレーいただいてみようかと思います。いただきます。辛口なんでちょっとピリッとするかもしれませんね。ご飯は炊きたてのやつを。うま辛。じゃがいもの実体がこうやってあるのって、やっぱり箱入りのレトルトカレーのね、特徴だと思うんですよ。よくね、4パックで3キュッパとかっていう安いカレーがあると思いますけど、あれは多分ね、ドロドロの液体だけでできてるカレーなんだと思うんですよね。それでも全然いいんですよ。私はああいうカレーを食べるときは、カレーうどんにするときとか、食パンをつけてカレーパンにするときとかは、ちょっと安めのカレーなんですけども、こうやってね、ご飯と合わせるときって、やっぱね、じゃがいもににじの歯ごたえを堪能しますね。おいしい。生卵をちょっとね割って、黄身のとろみで、うまい。言葉になりません。今日は以上です。ゴールデンカレー辛口を紹介しました。辛さレベルは5。